あんま桜ちゃんあれですか、はい、虫ってもうあれですか、もうずっと昔から好きだったんですか。いや、そんなことないです。3年前とかですね。3年前、はい、なるほど。こっち上京してきてから好きになりましたね、うん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 、あれ何でしたっけ、なんかきっかけでしたっけ。きっかけはそれこそなんか長野県のアンテナショップにロケで行く機会があって、そこでヘボを食べた時に、ハチノコを食べた時に、あ、美味しいと思って、うんうん、その時も私、みたいな感じだったんですね。これ食べるんですかみたいな本当食べるんですかみたいな。でもご実家でもちゃんとなんかあるんじゃないですか、いろんな虫が出てくるから。あ、いっぱい出ます。だから、高校の時とかはやっぱ高校の授業で、うん、学校の近くにいる虫を食べる授業、そうそうそう、食べる授業もあったし、授業とか授業の中で食べるっていう。あ、でもそこで食べたんだ実際は。ありました、ありました。あ、全然その時はもう抵抗なく、うん、食べるのね。で、学校の登校班の子でも、小学校の登校班でみんなで登下校するじゃないですか、うん、なんかみんなこの、カバンに、うん、手ぬぐい入れてて、はい、学校の帰りに手ぬぐいにポン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 イナゴ取って おばあちゃんに取ってこいって言われたとか言ってで、その子のイナゴ取り手伝ってあげたりとか。あ、そうなんだ、うん、じゃあもう本当に早くから昆虫食には親しみがあったということですよね。割とそうですね。でも本格的に興味持ったのは、上京してやっぱ東京っていろんななんか、はい、お店もあったりとかするし、うん、そういうそれこそ先生とかそういうその虫をの趣味の人ともつながりやすいじゃないですか。まあそういろんな人いますもんね、うん、確かにね。だからそこでやっぱ広がるものっていうのは大きいですよね、はい、八丈島がやっぱり、ね、皆さんにね知られる一番大きなきっかけですよね、はいはいうん、伊豆ですかね。伊豆、あれ、あ、伊豆か、何でしたっけ、大島、大島、伊豆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 大島、そうですね。あれ大きかったです。3泊4日虫だけで生活するっていうのは大きかったです。僕も実はあれを見てね、あ、そうなんですか。あれを見て初めて知ったんですよ。なんでそれ見ようと思ったんですか。結構深夜じゃないですか。なんででしょうかね、やっぱりね、呼ばれたんじゃないですか。呼ばれた、うん、深夜に深夜これだってそう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 。どう思いました最初。なんだこいつはなんか虫をこんな風に食べてとか思いました。いや、嬉しかったですね。嬉しい、うん、そうなんだ。こんな若い子がね、昆虫バリバリ食べてくれて、あー、それは嬉しい。仲間になりたい、仲間になりたい、やったー、嬉しい私も食べ始めた時から個人的には先生のことももちろん知ってて、うん、で、あの番組やったのは多分食べ始めて1年ぐらいなんですよ。1年経った後にオーディションで最近興味あることなんですかってなった時に、あ、最近虫食べることにすごい興味があってって話したら、へえ、じゃあそれをきっかけにしましょうってなって、はい、なんかそれなんかあの番組きっかけで食べ始めたって思われて、なんか仕事で食べてるんでしょって言われるんですけど、その1年前からもう個人的に興味持って食べたんで、そっか、もうすでに1年前からね、あれからね。でも言っても3年なんで、まだ昆虫食歴は浅いです。いや濃いですもんね、それだけね。僕はあれを見てね、すごくいや、こういう人がいるんだなと思って。嬉しい、うん、なんかその後昆虫仲間と喋ったりしたんですか、あの番組のことについて。あ、そうね、結構話しましたよ。あ、本当ですか、うん、でもこんな女の子がいるよっつってね、でぜひ仲間に入ってもらえるといいねって話して、嬉しい。で、この番組を始める時にだからそういう話があったんじゃなかったかな。あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、最初に先生に相談に行ったんですよ、はい、へこんな番組できますか、うん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 、で、もう即答ですよね、こんな子がいるんだけど。そう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 、先生からなんですか。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。確かね、紹介したような気がしますね。うん、めっちゃ嬉しいです、それ。いや、本当にそうなんですよ。あ、そうなんですね、うん、あ、それ知らないですね。知らないです、知らなくて。あ、そう。なんか私最初先生に会った時になんか、はい、そう、虫をあんな感じで3泊4日バリバリ食べたじゃないですか、うんうんうん、それどう思ってんだろうなってめちゃめちゃ思ってちょっと怖かったですもん、なんかあ、なんか言われるんじゃないですか。そうそう、昆虫食界の人からしたらまたなんかちゃんと魂みたいなものあるんだろうなと思って、その魂に反してないかみたいなめちゃめちゃ考えましたもん。そうそう、虫に対するなんかあるんじゃないかなみたいな。いや、でも、それはない、うん、ね、嬉しい、うん、そっか。チャンネル登録待ってます。